師ホストの小川です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近にをテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。すごいこのホーチミン一区にあるとは思えないぐらい静かな感じですね。そうね、音楽より音楽より寒いですね、はい、そんなで、ね、仕事してる人がたくさんいます。パソコン持ち込みの人でパチャパチャ見てます。僕らもあのボリュームそこそこで、はい、お送りしたいと思います。はい、じゃあニュースいきましょう。ロンドンのコンテナ事件の遺体16体がハノイに到着。はい、これ先週から解説した感じのやつですね。10月23日に起きた、発覚したロンドンへの冷凍コンテナの中から遺体が見つかった、39体の遺体が見つかったっていうやつ、もう犠牲者の遺体が、帰国しましたというお話です。で、これ、元この遺体の輸送費はベトナム側が もちろん出さないといけないんですけど、なんか犠牲者の家族持ちだとかって言ってたんですけど、あ、ちょっと仕事にしちゃってますね。大丈夫？大丈夫です。はい、日が出てきました。顔が明るくなってます。で、もうなんか遺族がね、その送料を持たないといけないっていうのお話だったんですけど、ベトナム政府は肩代わりしてくれるっていうのが26体を持っているという話です。まあ、ただでさえ多分お金がなくってこっそり渡るというかはずだったのに、ね、これで今度遺体の輸送料ってなったら、うん、そうね、まあ、そういうところの配慮もあったと思いますね。そうね、密入国は良くないですけど、その密入国する人だけを責めるわけにもいかないですよね。構造的な問題なんでね、もともと貧困っていうのが問題の根底にあって、余計その人たちの選択肢がなくて、そこにつけいる業者がいるわけでしょ。この前の YouTube のコメント欄のディスクリプション欄にも書いたんですけど、中国の福建省のマフィアらしいっていうのがすごいので、ね、スネークヘッドっていうジャドっていう人たちがね、中国から日本にたくさん密入国させたグループがいて、ジャドっていうグループがいて、でそれが、最近中国からアメリカとか中国からヨーロッパとかで、中国人たちだけじゃなくてアジアの貧しい人たちを集めてそういう仲介をやってるっていう、まあ、ジャドっていうグループがあるんですけど、犯罪組織があるんですけど、まあ、10兆それ、それ系ですよね。そういう人たちに付け入れられてるっていう、付け込まれてるっていう話ですね。まあ、ただね、これ、国際的な犯罪組織なんで、これ、JATO って断定されてるわけじゃないんですけど、もうやり方は、もう彼らのやり方と一緒なんで、そうだとして、そうだと仮定してお話ししますけど、そういう国際的な犯罪組織が関わってるってなったら、なかなか国がそこまで介入するのは難しいですよね。ベトナム側のブローカーが引っ張れますけど、でも中国の組織に対してどうのこうのっていうのはなかなか難しいので、それをいかにシャットアウトするかとか、いかにベトナム国民を守るかみたいなのは、国として内側を、ね、守ってあげる、固めてあげるっていう方法で政策出してほしいですよね。国力が試されるんですね。そうですね、はい、そういう話です。今話題なのが U2 です。はい、そうですね、魅力的な旅っていうタイトルのテレビ番組で、これで最近日本各地を紹介しています。まあ、仙台、福島、九州も行ったし、で今度は北海道も行ってるかもしれないので、基本で日本各地を紹介する番組やってます。もしご興味ある方、ご連絡ください。以上、本日のベトナムニュースでした。ありがとうございました。はい。
ました。